クイントス・ポンペイウス・ルフスは、紀元前2世紀後期、紀元前1世紀初期の共和制ローマの政治家、軍人。紀元前88年に、執政官を務めた。ルフスはプレブスである、ポンペイウス氏族の出身。氏族は、紀元前2世紀になって歴史に登場してくる。ポンペイウスという名前は、カンパニアの都市ポンペイと語源は同じであることは、 明らかであるが、ポンペイウス氏族とベスビオ火山の噴火で地中に渦漏れた都市との関係は不明である。氏族最初の失政官は、クイントス・ポンペイウスで、紀元前141年のことである。キケロによれば、ポンペイウス家は、取るに足らない、あまり知られていない家系で、彼のキャリアにおいて、先祖の功績に頼ることができなかった。彼の父親が、 フルート奏者だったという噂さえある。したがって、典型的なノースホモである。カピトリヌスのファスティによれば、ルフスの父のプライノーメンはクイントゥス、祖父はアウルスである。このため、紀元前141年の執政官クイントゥスが、ルフスの父親である、可能性がある。両者の間には大きな年齢差があるが、父クイントゥスは晩婚であったことがわかっている。 両者が親子であるとすれば、ルフスには妹がおり、その息子がクアエストルで死んだガイウス式ニュースである。紀元前102年の五民館、アウルス・ポンペイウスは親戚かもしれない。遠い親戚には、紀元前89年の執政官、グナエウス・ポンペイウス・ストラボがおり、その息子がガイウス・ユリウス・カイサル及びマルクス・リキニュース・クラッスと第一回三島政治を行った。 グナイウス・ポンペイウス・マグヌスである。ルフスが最初に記録に登場するのは、紀元前100年末のことである。この頃ローマ内部の政治対立は際立っており、元老院とエクイデスは団結して、ポプラレースの5民間、ルキウス・アップレーウス・サトゥルニノスに対抗していた。結果、サトゥルニノスは反乱を起こし、12月10日に殺害される。オロシウスによれば、 五民間かとおよびポンペイウスがサトルニヌスによってローマから追放されていたクイントスカエキリウスメテンルスヌミディクスの追放を解除する法案を提出した。オロシウスはこの二人のプライノー面を挙げていないが現代の研究者はポンペイウスの方はルフスに間違いないと考えている。また両者は五民間であったと示唆される。二人の五民間の提案は 多くの言動委員議員から指示を受けたが、もう一人の五民間、プブリウス・フリウスが強行に反対したために実現しなかった。プルタルコスもオロシウスも、フリウスの背後には、ハンカエキリウスメテルス家のガイウスマリウスがいたとしている。最終的には、ヌミディクスはローマに戻ることができた。ヌミディクスの帰還を提案したことから、ルフスはオプティマティスとみなすことができる。 紀元前91年、ルフスはプラエトルに就任するが、最も位が高いとされるプラエトルウルバヌスを務めた。現代の研究者は、ルフスが古民間、マルクス・リウィウス・ドルススの改革を支持していたと考えている。ドルスも、ルフスと同じく門抜派に属しており、騎士階級の権力強化に、元老院に代わって対抗するものであったと思われる。 当時権力乱用に関する法廷は、騎士階級が支配しており、プブリウスルティリウスルフスに冤罪を着せて、ローマから追放し、さらには元老院筆頭であるスカウルスに対する攻撃も行っていた。これに対してドルススは著名な元老院議員からの支援を受けていた。スカウルスのほか、当時最高の弁論家とされた、ルキウスリキニュースクラッスス。 クイントス・ムキウス・スカイウォーラ・ポンティフェクス、さらにマルクス・アントニウス・オラトル、さらに、ドルススを支持した若い政治家には、ガイウス・ユリウス・カエサル・ストラボ・オピスクス、プブリウス・スルキピウス、ガイウス・アウレリウス・コッタ、ルキウス・ムンミウス等がいた。ルキウス・コルネリウス・ス・ダは、この時点では、法務官経験者に過ぎなかったが、やはり、ドルススを支持していた。この改革は、強い抵抗にあい、 法案は一旦は成立したものの、ポプラレスの失政官、ルキウス・マルキウス・ピリップスによって取り消され、ドルスス自身も殺害された。この時の首都担当法務官としてのルフスの活動について知られている、唯一のことは、悪行を重ねていたクイントス・ファビウス・マクシムス、アッロブロニクスの息子に対して、父の財産を使うことを禁じたことだけである。翌年、ローマの同盟都市は反乱し、 同盟主戦争が始まった。翌紀元前90年に民衆派の御民官、クイントスアリウス・セウェルスは、同盟都市の反乱を煽動したローマ市民を裁判にかけるための法律を制定する。この法律に基づいて、ドルススの支持者への迫害が始まり、多くの者が亡命を余儀なくされた。ルフスも起訴された。当時まだ16歳であったキケロは、この裁判を見学していた。 国ソ側の証人はピリップスで、キケロは、ピリップスは雄弁で、その追求は告発人の力強さと、能弁さを持っていた。裁判結果は不明であるが、おそらくルフスは、無罪となった。紀元前89年末の失政官選挙に、ルフスは立候補した。この時、ローマは、アシア族州を占領したポントス王ミトリダテス六世との戦争を始めていた。 紀元前88年の執政官の一人が、ミトリダテストの戦争の指揮を取ることになっていたため、この選挙は特に激烈なものとなった。戦争自体はさほど困難なものとは思われなかったが、指揮官には、名声、戦利品、人気が約束されているように思われた。ルフスは、同盟史戦争で活躍し、ローマ最有力の家一族である、カエキリウスメテルス家の支援を得ていた。 スッラと組んで選挙に臨んだ。これに先立ち、この同盟関係を強化するために、ルフスの息子とスッラの娘が結婚していた。他の立候補者たちの中には、現役執政官のグナイウス・ポンペイウス・ストラボ、すでに6回執政官を務めたガイウス・マリウスもいたと、されている。ただし、ストラボの立候補は間違いである可能性が大きく。 マリウスに関してはこれを事実と見る研究者と間違いと見る研究者に分かれる。他の立候補者にはガイウス・ユリウス・カエサル・ストラボ・オピスクスがいた。彼はまだ法務官も経験していなかったが、兄である、前年の執政官、ルキウス・ユリウス・カエサルのほか、クイントするタティウス、カトルス、マルクス・アントニウス・オラトルの支援を受けていた。選挙の実施は、通常より遅れ、投票は、 紀元前88年の初めに行われた。二人の五民間、プブリウス・スルキピウスとプブリウス・アンティスティウスが、法務官の経験なしに、失政官になることは認められないとして、カエサル・ストラボの立候補に反対した。ストラボ・オピスクスにも五民間たちにも多数の支持者があり、該当衝突まで起こった。結局カエサル・ストラボは立候補したものの敗れ、スッラとルフスが当選した。 スルキピウスがカエサルストラボの立候補を阻止しようとしたのは誰のためであったかに関して古代の資料は語らない。ただしキケロの友情についてはルフスとスルキピウスの関係が破綻したことに言及している。この破綻は驚きをもたらしたがその瞬間からスルキピウスはルフスを憎むようになった。この件に関しては歴史学上の論争となっている。 多くの歴史学者は、スルキピウスが選挙において友人であるルフスを支持したと考えている。A キブニーはドルスス派が分裂した後、スルキピウスはスッラとルフスが率いる政治グループに参加したとしている。スルキピウスは、この二人が失政官選挙で当選することを助け、その見返りとしてドルススの政策を継続することを期待した。しかしこれは拒否され、 スルキピウスは二人との同盟関係を破棄して、スッラの政敵である大マリウスとの関係修復に乗り出した。退役軍人による民会での支持と引き換えに、マリウスに、ミトリガテス戦争の指揮を委ねる密約を結んだので、ある。スルキピウスにとって、二人の失政官との決別は、元老院との敵対につながり、民衆派への転向を意味していた。イーベディアンによると、 執政官と元老院がスルキピウスの法案を承認することを拒否した後、彼はマリウスと同盟を結んだ。一方で、スルキピウスは執政官選挙前からマリウス派に転向していたとの説もある。彼はルフスとの友人関係のためではなく、ウィリウス法の原則を守るためにカエサルストラボと戦ったに過ぎない。スルキピウスの関心事はマリウスに ミトリダテス戦争の指揮権を与えることであり、ローマ内部の政治問題には関心がなかった。二人の執政官のうち、ミトリダテスとの戦争はスッラが担当することとなり、ルフスはローマに残った。しかし、スッラの出発前にスルキピウスと両執政官の対立が始まった。スルキピウスは、ウアリウス法で追放された人々の帰還、2000デナリウス以上の借金を有するものの、 元老院からの追放、同盟主戦争で新ローマ市民となったイタリア人をすべてのトリブスへ登録することを立法化しようとした。ポンペイとセッダは直近のスルピキウスとの協力関係にもかかわらず、これらの法案に強力に反対した。アッピアノスによると、旧ローマ市民は団結して、新市民に対抗した。法案の投票の前夜、街頭での衝突が始まり、 新たな暴動が予想され、法案の投票を延期するために、両子政官は公務執行の一時停止を宣言した。実際に暴動を避けたかったのか、あるいは投票結果がスルキピウスに有利になることを恐れていたのかもしれない。スルキピウスは服のもとに探検を隠した支持者たちと共に、ホルムへ行き、両子政官が民会を開いていたカストルとポルクス、神殿で、 両子生官に法案の投票を妨害しないように要求した。その後暴動が発生し、ルフスの息子があまりにも自由な発言をしたために殺された。両子生官はフォルームから脱出した。ルフスは逃走して隠れ、スッラはマリウスの家に避難して、そこで交渉を行った。スッラは彼自身及びルフスのために妥協し、公務執行停止を取り消した。 両者の紛争は解決したと考えられ、スーターは出発した。しかし、スルキピウスは最初の3つの法案に加え、マリウスにインペラトルを与えてミトリダテストの戦争に派遣するという第4の法案を提出した。これら4つの法案はすべて可決された。プルタルコスは、スルキピウスがルフスを解任したと書いている。この説の信憑性は不明である。 他の古代の資料に同様の記載がないこと、さらにその後の出来事に関してルフスがスッラの同僚と書かれていることから、これを否定する歴史学者もいる。ローマでの出来事を知ったスッラはスルキピウスと対決することとし、ノラに駐屯していた軍をローマに向かって進めた。ローマ人がローマに軍を向けるのは、これが史上初めてのことであった。ルフスもこれに加わった。 プルタルコスはルフスは当初よりこれに加わっていたとしており、アッピアノスはローマ近くで合流したとする。歴史学者キブニーは、プルタルコス説の方が可能性が高いと考えている。元老院は何人もの特使を二人の元に派遣したが、スッラとルフスは、進軍を止めなかった。この軍は四個軍団からなっていたが、ルフスが一個軍団を率いて、コッティナモンを占領した。その後、 紫外線が始まった。側面からの攻撃が成功し、スッラとルフスは勝利を収め、マリウスとスルキピウスはローマから脱出した。翌日、両子生間の圧力により、スルキピウスが成立させた法律はすべて取り消され、スルキピウス、マリウスのほか11人が国家の敵とされた。すなわち、彼らを殺害しても咎められることはなく、財産は没収された。 スルピキウスはすぐに殺害され、彼の切断された子宮は、ローマの路上で公開された。ローマ占領後、プロコンスルとして、イタリア北部にいたグナイウス・ポンペイウス・ストラボが、解任され、その軍をルフスが引き継ぐこととなった。ストラボはまだローマに服従していない、同盟都市と戦っていた。ワレリウス・マクシムスによれば、ルフスへの指揮権以上は、元老院が決議したとし、アッピアノスは、 民会で決議されたとする。歴史学者の意見も元老院説を支持するものと民会説を支持するものに分かれる。いずれにせよ、この決定の背後にはスーッターがいた。スーッターは東方のミトリラティスと戦うのに先立ち、同盟関係にあるルフスに強力な軍隊を与える必要があった。手元に軍隊があれば、ルフス自身を守ることができ、また、ローマの秩序を維持できる。 同じ頃、アフリカに逃亡したマリウスは軍を編成しており、ローマを攻撃する可能性があった。ストラボは、この決定に不満であったが、一応辞任には同意した。しかし、ルフスは到着したその日に兵士に殺害されてしまった。ストラボは誰も罰せず、口頭での門責に止めた。さらに元老院の意向に直接反するものであったが、指揮権を継続した。この事件に関し、 パテルクルストリウィウスはストラボがルフスの殺害を組織したとしている。多くの歴史学者もこの説を支持している。前述のようにルフスの息子はスッラの娘と結婚したが父の存命中に殺害された。しかしこの結婚で男子一人と女子一人が生まれている。息子クイントスは紀元前52年に古民館を務めた。娘ポンペイアスッラは カエサルの2番目の妻となった。また、紀元前73年の元老院名簿に、クイントゥス・ポンペイウス・ルフスの名前がある。ティー・モムゼンは、実施の死後ルフスが、養子にした人物と推察しているが、エフ・ミュンツァーはこの説に信憑性はないとしている。キケロは、ブルトゥスの中で、ルフスを二流の弁論家で、自己弁護のための演説は、自分で書いたが、 ルキウス・アイリウス・スティロ・プライコニヌスの助けを得た。歴史学においては、ストラボの取るに足らない、親戚程度のあまり重要でない人物として扱われている。ありがとうございます。